実験的にそういうのに出してみたら焼き鳥サンキューは増えるのか。どうしようこれで、フランチャイズチャンネルより決まっちゃったら。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。実験企画、フランチャイズチャンネル支援銘柄をアントレに出してみよう。これ面白いですよ ね。焼き鳥サンキューの阿久津さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい出しっぺです、はい、なかなか素晴らしい企画だと思います。今回提案させていただきました、はい、じゃあ解説しますと、僕たちの会社は会社を大きくしたい、フランチャイズの展開をしたいという会社さんにお手伝いして YouTube で紹介してね、大きくしてるわけなんですけど、完全成果報酬なわけですよ。増えたらもらうけど、増えなかったらもらわない。対してアントレさんとか他の媒体はめっちゃ儲かりますよ、 EFC ですよっつって紹介して、その紹介した段階でお金かかるわけですよ。だから広告で紹介するのもなんかみんなも勘違いするし、そんな儲かるんだみたいな、広告で加盟とかどうなんっていう立場なんで、僕たちはよくアントレとかをいじるわけです。とはいえ見てる層が全然違いますからね。そう、アントレフェアとかにいると結構ね、林さんだって僕だって知らない人が多いわけです、うん、全然フランチャイズを検討しててもフランチャイズチャンネルを見ない情弱な層ですいやいやなので全然我々がリーチできない層をアントレさんとかフランチャイズの窓口さんとかお持ちだと思います。実験的にそういうのに出してみたら焼き鳥サンキューは増えるのか。そして加盟が決まらない本部社長たちいたじゃないですか、うん、フランチャイズの窓口にまとめてプランとかね、全部お金払うからやってみたいんですよね。層が違うのは間違いないし、広告を出した方がいい業態っていうのもゼロじゃないんですよ、うん、ゼロじゃないとかあるんですよ。阿久津さんもアントレ出してた時代も緩やかだけれども決まってた。ちょっとフランチャイズチャンネルがすごすぎちゃって、フランチャイズチャンネルはめっちゃ決まるけど、フランチャイズチャンネルに出て自信をつけた今、またアントレ出したら決まるんじゃないかって。1年半アントレに掲載したんですけど、1年半で6店舗、約3ヶ月に1店舗決まったんですよ。それ決まってるようですよ、まあ、その時まだコロナ真っ只中だったんで、うんうん、で今はもう26店舗になってコロナでもないと試してみたいということで今回提案させていただいて、ね、どうしようこれでフランチャイズチャンネルより決まっちゃったら。いやだからそれはアントレで見たって絶対 FC チャンネルを見るに決まってるんで、こういう状態になるんですよね。このパターンで成功すれば意外とありかもしれない。ただやっぱりアントレできたそうでできない FC ってのもあるから、焼き鳥サンキューは自分が体を入れて店長でやるってのは結構アントレ向きだよね。壮大な実験です。その契約期間はいつからですか。今5月から話は進んでて、5月から6ヶ月楽しみですね。この動画を5月1日に上げましょうか。5月の初旬に上げましょう。前はどのぐらいの反響があったの。資料請求にしてはもう月大体10件ぐらい来るかなって感じで、うん、半年で60、70件ぐらい資料請求が集まって、でそのうちの30件に1件ぐらい決まってるようなイメージですかね、うん、本気で決めに行くとなればクロージングしていくっていうことなんだけど、はい、もう久しぶりにやってみたくなってきましたね。1日ぐらいやってみますか。あの時は本当に3店舗からだったんですよ。それであのコロナの時に掲載して決まったんで、前よりも今実績もついて店舗数も増えてるってところで増えるんじゃないかと思ってます。実験なんでこれで増えたら産休型のコースもゼロじゃないと、はい、いいんじゃないですかね。どうなるか楽しみ。5月ね。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで